西口駅舎小木川駅は、新潟県新潟市秋迫中野にある、東日本旅客鉄道新越本線の駅である。1986年12月1日に、国鉄の新潟鉄道管理局管内に所在する、駅としては、初の橋上駅舎として運用が開始された、現在の駅舎は、改築以降は大規模な改修が行われず、駅構内及び、自由通路にはエレベーターなど、 バリアフリーに対応する設備が不足していたことから、市民からはエレベーターの設置を求める意見が寄せられていた。これらを受け、新潟市と JR 東日本新潟市社では、駅設備のバリアフリー化を進める一環として、当駅についても2014年春からエレベーターの設置と、これまで設けられていなかった、西口駅前広場の整備に着手した。 まず同年10月4日から2番線と、西口側のエレベーター計2機の運用が開始され、西口側の階段は、広場整備に伴い閉鎖された。その後2015年2月21日から1番線と、東口側のエレベーター計2機の運用が開始され、改築された西口側の階段は3月1日から、共用が再開された。相対式ホーム2面2線を持つ、 地上駅で、京上駅舎を有する。JR 新潟ビジネスが住宅する。業務委託駅で、新潟駅が管理する。二階コンコースには、緑の窓口のほか、友人改札口、自動改札機、自動券売機が設置されている。ホームには、花壇が設けられており、環境づくりの取り組みは、第一回新潟県美しいちづくりコンクールに入選している。 JR 東日本によると、2020年度の1日平均乗車人員は1661人である。2000年度以降の推移は以下の通りである。東口駅前周辺は主に住宅地となっており、東口側には商店などの店舗の集積も見られる。2019年6月現在では、東口側から横越地区で運行している住民バス。 横バスが発着する。バス停は東口から徒歩2分、第4北越銀行向かいに設置されている。平日、土曜のみの運行であり、休日と年末年始は全便運休となる。運行情報は、区バス、住民バス新潟市江ランクを参照。ありがとうございます。